対処に、生命を破壊する者と生命を守る者たちがいた。彼らは自らの使命のために戦い、互いに破壊し、破壊された者たちは破片となり大地へと落ちていった。世界は平和を取り戻したが、数千年の間、黒き破片は世界の脅威となり、光の破片はそれに立ち向かう救世主となった。しかし大将の戦いはまだ終わっていなかった。生き残った者たちは世界を破壊するため、世界を守るため再び動き出した。彼らの物語が今ここで始まる。そうやって余裕ぶっこいてる場合じゃないだろ。よし、そろそろ武術大会が始まるぞ。待ちきれないな。さあ、早く行こう。うん。疾走を使わないと俺より早く走れないぜ。移動しながらここを押すんだ。あ、自動で移動するにはここを押せばいいのは知ってるだろ。よし、じゃあ行ってみるか。ちょうど下り坂があるな。疾走中にここを押すと滑塁ができるんだ。まずはここを押して疾走してみよう。今だ、滑塁を使ってみろ。俺は先に行ってるぜ。おい、あれは戦者じゃないか。戦者がどうしてこんなところに。まずいな、ここだけがこんなことになってるのか。武術大会の準備の真っ最中なのに、これじゃ人的被害が出るかもしれない。戦者を一人で平気か。共闘した方がいいんじゃ。そうか、それならこれを受け取れ。神明なら戦者を相手にするのに役立つはずだ。戦者と戦って無理だと思ったら言うんだぞ。一緒に力を合わせて強力な敵を倒すのは恥ずかしいことじゃないからな。神明を使って戦者とうまく戦ってみろ。武功は下のボタンを押すと使用できるぞ。攻撃ばかりしてないで遮断を活用してみろ。
大丈夫か？一人で戦者を倒すなんてかなり成長したな。ひとまず神明はお前が持ってろ。またこういうことが起きるかもしれないしな。わかった。何事もなくてよかったよ。とにかく参加者は準備があるし、この辺で別れよう。武術大会の会場はあっちだぜ。競技場で会おう。武術大会の参加者の方ですか？ずいぶん早いですね。武術大会が始まるまでだいぶ時間がありますね。この辺りで軽く準備運動でもされたらいかがですか？ではまた後ほどお会いしましょう。予選第1試合は2対2の団体戦です。皆さん対戦表をご覧ください。いいスタートだな。一緒に頑張ろうぜ。行け、貫流追跡。さっきはよくやった。なかなかだったぜ。さ、行くか。あそこで勝ったやつがお前の本戦の対戦相手か。かわいそうだな。いやあ、いつの間に。なんだよ、心配して損したな。あら、緊張した方がいい。ここは終わったな。ああ、ついにこの日がやってきた。そこ、もう少し上げろ。あの、音量少し上げてください。ここが決勝進出者の控え室です。素晴らしい戦いを期待していますよ。座って何をあんなに長く考えてるんだにゃ。よく来たにゃ。僕は武術大会の案内役、霊光院一のイケメン、ソルソルだにゃ。決勝戦のために準備したものがあるにゃ。廊下に沿って下に降りるにゃ。
前から特別な力を感じるにゃ。ソウルを知らないにゃ。ソウルは強力な力をくれる存在だにゃ。体に吸収されたソウルの力を外に引き出して使う方法を教える。ここで獲得した。ここを押してみるにゃ。ここを押して持っているソウルをもう一度押して装着すると武功書をあげるから、カバンを開くにゃ。好きな武功書を選択して長押ししてみるにゃ。前で緊張しているようだから、そろそろ決勝戦が始まるにゃ。胸がドキドキしないかにゃ。美味しい餃子をやるから、これでも食べて緊張をほぐすにゃ。僕が大好きな餃子なんだけど、美味しいから緊張なんてすぐ吹っ飛んじゃうにゃ。決勝戦でお前を応援してるにゃ。僕の餃子のおかげで勝てるはずだにゃ。カバンを開くにゃ。特大餃子があるにゃ。それをここを押して、ここでこうやって下に引っ張ると餃子が自動で使用されるにゃ。便利な機能だから活用するにゃ。最強は誰になるのか。さあ、それでは今日の選手をご紹介します。最強に挑む期待の新星。対するは不思議な力を自由自在に操る強者、アラン。天月秘玉は果たして誰の手に。歴史に刻まれるであろう今日、エレダ盟主のハルム様にもご参加いただきました。それではこれより試合を開始いたします。笑ってる余裕があるのか。今は集中した方がいいぞ。友達だからって今日は容赦しないからな。始めようか。これは避けられるか。昔を思い出すな。俺は久しぶりだろ。貫流追跡。
しっかりしろ。気づいたか？よかった。特に問題はなさそうだな。お前が修羅の気に圧倒されて暴走したせいで武術大会がおじゃんになったんだよ。俺とエレダ門主のハルムが何とかしてお前を止めたが、会場はめちゃくちゃだし、みんなお怒りだ。エレダがすぐにお前を捕らえるって騒いだから、腕のいい俺が眠らせたってことよ。謝るなよ。こういう時の友達だろ。エレダは、モンシと俺でひとまず話をつけたよ。お前は小さい時からの友達で、危険な奴じゃないし、必要ならいくらでも証明してやるってな。そしたらハルムが、そんなこと信じられるか？だってさ、ムカついたけど、間違ってはないだろ？それで、信頼を取り戻すために、武術大会の後始末を手伝うことになったんだ。ん？ああ、当たり前だ！よく言うだろ？誠実さは誰にでも伝わるって。俺の誠実さをハルムも感じたんだろ。どの道やらなきゃならないし、エレダにしたら損にはならないからな。目覚めたところ悪いが、そろそろ行かなきゃならない。お前の名誉も回復して、みんなの手伝いもしないとな。よし、それじゃあまずハルムから聞いた四股村に行こう。そこから旅を始めるぜ。あんたがバイカ団の団長のホークメイカか？ハルムから手伝うように言われたんだ。エレダ門主の要請で来たのであれば、武術大会の最後を飾った方々ですね。先にご挨拶を。私は半月湖一帯の治安と探査を担当しているバイカ団のホークメイカです。バイカ団は今回の武術大会の準備の主力でもありました。大会を無事開催できるよう力を尽くしましたが。競技は計画通りに行えませんでした。現在多くの団員が大会の後始末を行っているので、本来のバイカ団の業務を行う人員が不足しています。
まずは四股村の住民から子供たちが消えたという情報が入ってきています。派遣した探査隊員の所在もまだ把握できていません。なるほど、人手が足りないってことだな。それなら俺たちがバイカ団の仕事を手伝うよ。お二人で？うん、いいでしょう。ではハヨン、お二人に同行してください。おい、監視をつけるってのか？神明まで預けたのに疑うのかよ。四股には価値が理解できないだろうけどな。お二人の実力は疑っていません。ですがまだ完全に信じることはできませんので。ご協力いただきありがとうございます。まずは四股村から一番近いネズミの丘陵から捜索してみましょう。はあ、わかったよ。お悩みは一瞬で解決してやるから待っててくれ。行くぞ。せっかくなら準備できた状態で依頼を始められるよう私が一つお教えしましょう。今回はここを押してください。ここを押してソウルを召喚してみてください。購入を押してソウルを召喚してみましょう。また会えて嬉しいにゃ。お前がまだ秘玉で取引できることを知らないかと思って教えに来たにゃ。ここを押してみろにゃ。商店で秘玉を使って取引するときはここを押すにゃ。特定の時間になるとここで起炎商談は秘玉でしか取引できないから、日頃から秘玉を集めておくといいにゃ。本当にいいものが手に入るかもしれないにゃ。新しいソウルは気に入ったか？ついでにもう一つ紹介するよ。強い武人たちはみんな守護霊を連れてるんだ。お前も守護霊召喚書を使ってみろ。よし、次は守護霊を今もらった守護霊召喚書を使ってみるか。カバンを開いてみろ。どうだ、守護霊はいろんなところでお前を助けてくれるぞ。頼もしい仲間が一人増えたな。召喚書制作は四股のうち霊光院が独占している。補給所はいろいろあるが霊光院なりの悩みがあるみたいだ。武人であれば僧侶や守護霊が必要だけど、普通の人は使うことがないからな。詳しい話はまた今度な。ひとまず任務を終えないとな。新しい守護霊ができたらどんなやつなのか、獲得した守護霊はここで確認。ここを押して守護霊を召喚したり解除できる。どうだ、簡単だろう。ここを押してと今回は守護霊が地域、まずはここを押してみろ。ここを押して探検隊に移動してくれ。守護霊が探検することで地域経験値が獲得できる。地域レベルが上がると探検で地域を選択し、四股村を出る前に旅について説明するぞ。これからいろんな任務を進める。ここで進行中や受諾できる任務の目標も閲覧。あともう一つ、ここを押してみな。これで回復薬を自動で使えるぞ。重さが軽い初級回復薬だけ自動使用でき、重い回復薬は手動でないと使用できないから覚えておけよ。説明はこんなもんかな。それじゃあネズミの丘陵に行こうか。
巡察隊員が足りなかったせいでネズミが増えたようです。問題ない。俺たちが片付けてくるよ。まず俺が。あ、神明がなかったな。お前がネズミたちを倒してくれ。俺は子供たちを探してくる。ここだ。おいお前ら、家族が心配するだろう。子供たちが帰れるよう道を整理した方がいいでしょう。侵入団員の声です。騎兵軍の方みたいだな。俺たちが助けに行こう。今だ、逃げるぞ。いけません。まったく。子供たちは私に任せてください。ご協力感謝します。危険等級2段階。子供たちの接近を禁止する必要あり。騎兵軍、危険等級2段階。子供たちの接近を禁止する必要あり。助けて。あっちに行って。私は探査隊員よ。警備隊じゃないわ。おいおい、バイカ団ともあろうものが鬼を怖がってるようじゃダメじゃないか。とりあえず鬼をもう少し倒してやるか。依頼だけでなく周辺まできれいに片付けてくれましたね。ありがとうございました。ではこちらに来ていただけますか。そうだ、俺たちが達成した業績があるみたいだぜ。旅で成し遂げた成果は業績から。じゃーん。どうだ、嬉しいだろう。新しいことを経験したら業績を確認するのを忘れるなよ。依頼は全部終わったぞ。これで信じてもらえるよな。バイカ団に協力してくださり感謝いたします。お二人をこれ以上試す必要はないでしょう。まずは風見平原に行ってみてください。神明は霊光院が保管しています。丘陵の浅瀬を通りかかるでしょうから、武器を装備して行かれる方が良いでしょう。そんなのどうってことないぜ。浅瀬を片付けながら行こう。ならないな。俺の代わりに苦労かけたな。そろそろ移動しよう。霊光院のバロンがいたからちょっと話そうと思っただけなのに。これじゃ声をかけても意味がないな。ひとまず周囲のラマンダを倒すぞ。よく見たらまた旅そうじゃなかったにゃ。なんてすごい変装術なんだにゃ。お前たちの話は聞いてたにゃ。隊長は羊牧場にいるにゃん。なんだかたらい回しにされてる気分だな。風車管理所がどうして問題なの。バイカ団団長の案内で来たんだ。お前が霊光院の隊長バロンだろ。俺たちに何かできることはあるか。おお、よく来たにゃ。ジジ、バイカ団が言っていた英雄が来たにゃ。
彼らに助けてもらえばマシになるはずだにゃ。にゃっきゅん、僕たちよりも戦闘も上手で力も強い英雄たちだにゃ。英雄だなんて言ってるところからしてとんでもない仕事を任されそうだな。覚悟しておこうぜ。ところで、霊光院はバロンたちが成仏とか治療をしてくれるところじゃなかったか？いつから羊を育ててるんだ？僕たちバロンは霊媒能力で有名だけど、基本的には自然神話的な集団なんだにゃ。ポルポル様は環境を損なわない範囲でこの場所の活用策を考えられたんだにゃ。それで僕たちは羊を飼い始めたんだにゃ。にゃくしゃ、あまりにも元気に育ったせいで狼たちが集まり始めちゃったけどにゃ。ジェジェと一緒に羊牧場の片付けを手伝ってくれるとはありがたいにゃ。仕事が終わったらポルポル様の場所を教えるにゃ。ポルポルなら霊光院の総長だろ。じゃあ神明を持ってるかもな。よし、急いで牧場の整理を手伝おう。俺の神明は一体誰が持ってるんだよ。はあ、羊たちを守らないとにゃ。まずは狼の討伐をお願いするにゃ。次は干し草の整理だにゃ。にゃくしゅん。もしかして風邪か？さっきからずっとくしゃみをしているようだけど。羊の近くにいるとこうなるにゃ。羊と相性が良くないみたいだにゃ。にゃくしゅん。でも総長様が言ってたにゃ。限界を超えてこそかっこいいバロンだってにゃ。ポルポル様の言葉通り、かっこいい羊飼いのバロンになるにゃ。アクション。名警団の人間、そこにいると危険だにゃ。最後の一行が、この一行が思い浮かばない。狼に食われるにゃ。あの人間を助けるにゃ。夢中になってるみたいだな。このままじゃダメだ。助けよう。よかったにゃ。人間に被害があったら大変だにゃ。そう、これだ。皆さん、行かれる前にこれを見てください。完成しました。霊光院の石碑。これでバロン族の物語がこの名経団碑を通じて末永く語り継がれるはずです。あんた誰だ？狼たちに囲まれてることにも気づかないくらい夢中になってたみたいだけど。私は名経団団員の民義人犯です。私が勤めている名経団には使命があります。歴史的に重要な事実を記録として残し、風化させないようにすること。私が残した石碑を通じて霊光院を知る人がいるということですよ。素晴らしいと思いませんか？ちなみに僕たちはこんなの頼んでないにゃ。あの人間がある日突然現れて、ここで石碑を刻み始めたんだにゃ。羊が近くにいないからだにゃ。手伝ってくれたおかげでしばらく羊を放牧して休めたにゃ。本当にありがとうにゃ。手伝ってくれたから、約束通りポルポル様がいらっしゃる場所を教えるにゃ。風車管理所に行けばいいにゃ。ちょっと私の話を無視されては困ります。私は仕事選びを間違えたのだろうか。あんなこと言ってるし、一度見てみるか。どうせ移動しなきゃいけないし、石碑を読みながら向かえば暇つぶしにはなるだろう。
ああ、ついに私の努力が実るのでしょうか。ありがとうございます。そろそろ別の場所にも石碑を残しに行かなければ。バロン族が初めて人間と接触した時期については未だに明らかになっていない。いつからか現れた彼らは霊たちとの交流を通じて人間に協力してきた。そうして築かれた団体が私たちの近くでよく見かける霊行員だ。彼らは冒険家にとってなくてはならない存在だ。武器に霊的な気を注入したり、霊痕跡を製造できる彼らのおかげで冒険家は力を一層高めることができる。最近では大地の気を使って遠くへ移動する技。おい、待つんだ。四股の関係者みたいだな。この一帯を管理するのは霊行員だが、あんたもバロン？バロンにしては毛が短いな。俺は東華商店の商店主であり、風車管理所の諮問員、カフカ保留だ。俺のどこがバロンなんだ？俺には偏見ってものがなくてな。ところで、東華商店って物流を管理してるあの商店か？霊光院の総長は？霊光院で牧場の運営を始めるために財務管理に長けた者の助言が必要になってな。それで俺が風車管理所の諮問委員を兼任しているんだ。見ての通り広大な羊牧場はまともに管理できず、周辺住民たちとの摩擦がしばしば起きている。そういう時は俺やポルポル様が仲裁に入っているんだ。じゃあ、あんたもここの管理者であり、四股の主張ってことだな。それなら、ハルムに預けた神明もあんたが持ってるのか？俺ではない。神明は、霊光院総長様が持っておられるはずだ。ああ、またか。商団長様、霊光院に伝えてください。羊の管理もまともにできないなら、全部売り払えないのでしょうか。あの羊のせいで、狼たちが寄ってくるんです。そうですよ。代わりにここに大きな茶屋を開くんです。景色もいいしぴったりじゃないですか。そうです。正直言って商団長様から見てもどれくらい儲けが出るかは分かりますでしょう。それは俺が決めることではない。俺は諮問委員であって、ここら一帯の主人は霊光院だ。不満があるなら直接霊光院に交渉案を提示するんだ。おお、さすが大陸最大の商団長は違うな。目先の利益より信頼関係が大事だってことだろ。おっと、俺も話すのに夢中になっちまった。それで俺の神明はどこにあるんだよ。おろろん、神明を取り戻したいのか。どうやら話が通じるようじゃな。こちらに来るのじゃ。